皆さんこんにちは、さっちんです。今日もマインクラフトやっていきたいと思います。さて、いよいよエンダードラゴン倒しに行きたいと思います。それじゃあやっていきましょう。なんか削った。一応準備しました。これできっと大丈夫。もう余計なものは全部お腹にしまっちゃいました。リスポーン地点もつけて、リスポーン位置の設定、夜の間しか眠ることはできません。それじゃあ早速いきます。はい、おっとおっとちょっと待って、そういう感じね。ちょっと待って、ブロックは持ってくるべきだったな。とりあえずこれでつくの。はい、こっち側につけて、あとは掘っていこう。出れるようにね。はい、さあ来たぞ、久々に久々に来たぞ。でこの間やったばっかりな気もするけど、とりあえず壊そう。当たらない。痛い。危ない。わあ、やばい。ちょっと待って。やばい。ちょっとエンダーマンが危ないから、一回。巻き潰しもしとこう。よし。一個目。痛い。気のせいかな、エンダーマンに襲われてる気がする。逃げろー。エンダーマンに追っかけられてる気がする。ちょっと後ろ側から行こう。いた、よしよし。あと来るな。当たったじゃ当たんないや。間違いこう。痛いよ、もうやめろお前。よし、一番上まで来た。オッケー。あとはあそこだね。ちょっと一旦あっち行こう。で、あの上に登ろう。はい、オッケー。いた。あ、中に入っちゃった中に入れたんだけど。待って、あの上から行こう。で、あの上に登る。よしよし、オッケー。はい、オッケー。あと1個だな、あれだけっぽい。あ、違う、あそこにもある。当たんないよな。いけるかな、もうエンダーマンが見てる。そうだよ、せっかくガラス瓶持ってきたので。またお前かよ、もういいよお前は。痛い。あ、ごめん、違うのに喧嘩してた。いいよ、もういいって、いいって。喧嘩売りエンダーマンいなくなった。オッケー、取ってこ。いっぱい取ってこ。ちょっとあそこのももらってこう。痛い。オッケー、もうちょっと。オッケー、いっぱい取ったぞ
いっぱい取った。あ、なんかエンダーマンが。よしよし、ここも取っていこう。あとあそこか。前に行こう、前に行こう。痛い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 。くっせえ、息もらって帰んないと。よし。倒そう。エンダーマンがチラチラしてる。オッケーオッケー。どこ行った？どこ行った？あ、くさい息。くさい息もらう。あ、来てた。いい位置だわ。よしよしよし。半分いけ。半分いった。よしよし。よしよしよし。意外といけるな。よしよしよし。半分切ったぞ。ちょっと一個まだ残ってるから、すぐ回復しちゃうんだけど、それでもいける。こっち見ないで。すっごいこっち見られた。エンダーマンにすごいこっち見られた。よしよしよし、いけるぞ。帰ってこい。帰ってこない。ちょっと息回収しとこう。痛い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 。お前か。いっぱいいるな。やめろ。着陸しちゃう。急ぎ急ぎ。あ、2箇所あんのか。まだ2箇所あったみたい。おし、いてててててて、くっさい息に最後やられた。よしよし、クリアしました。やったー、なんとかクリアしました。あ、ポータルも1個解放されましたね。やったやった。よし、すごい。経験値がついてくる。経験値がついてきてる。見て。経験値が。よし、それじゃあ一回入ろう。よーし。エンダードラゴンの息も57個手に入りました。ちょっと一旦帰ろうと思います。座標だけね。座標だけメモろう。よし、これで、一回帰ります。経験値が55集まった。あ、まだ経験値が落ちてる。拾おう、拾おう。意外とまだ散ってた。すごい散ってる。経験値が散ってる。拾おう、拾おう。え、すごい落ちてる。経験値が落ちてる。もったいない。拾おう、全部拾おう。はい、67、経験値67集まりました。帰ろう。あー、卵。また卵忘れた。卵取らないと。さあ帰ろう。いろいろ準備していきましょう。はい、到着しました。いろいろ揃えてきました。とりあえずこの下をソウルサンド敷いて、エレベーター式にしていこうかなと思います。はい。このまま伸ばしていきます。待って。よいしょ。OK。水がすごいことになってる。はい。もう一個削った方がいいかな。こうして、こう。
ダメかなこれ。無理かな。やっぱダメか。なるほど。たら、ちょっとこうしよう。そうだよね。もう一個へこんでないとダメだったな。ここをね、ボタンで止めていきます。ボタンも2個しかないや。あと1個。はい。すごい嫌だな。すごい嫌。この出っ張りめっちゃ気になる。そのうち直します。これで登れるようになったな。はい。オッケー。そしたらエンドの方に行きましょう。とりあえず卵をもらおう。そっからだ。リスポーン地点つけてくんの忘れちゃった。あー、最悪。まあいいや。はい。卵を叩いて、卵の一個下に松明置いて。はい、オッケー、ゲット。ドラゴンの卵ゲット。ポータルはあっちか。ポータルを簡単に登れるようにしておきましょう。その前に、エンドストーンでちょっと作ろうかなと思ってるので、ちょっともらおう。回収しよう。1スタックぐらい。1スタック回収完了。ここか。この辺から作ろうかな。この辺から。やだなぁ。もうちょっとやめてよ、そういうの。まだ見てる？めっちゃ見てるな。すっごい見てる。登っていきそう。まあいいや。つなげてきまーす。はい、オッケー。1スタックじゃ全然足りないな。ここか。この横も3列にしていきます。こんな感じで、あとはここを壁にしちゃいます。ここもね、足りなかった。足りなかったよ。せっかくだから形変えよう。これがいいな。全部これにしちゃおう。OK。ということで、ここも変えよう。両脇これで、もう一段かな。はい、こんな感じにしよう。で、ボタンを2つ作って、ここから、ここにボタンをつけて、あとは水でやっていきます。はい、オッケー。これでいいかな。あ、どの道泳いでいけるからまあ大丈夫かな。オッケー。ちょっとエンダーマンがこの上に湧いたらめんどくさいので、ハーフで引き詰めとこう。こんな感じで岩盤に湧くかはわからないけど、まあ、一応。岩盤も、やっとこう。こんな感じにしとこう。ここも、ハーフにして、こうしとこう。ちょっとここも変えよう。方がいいかな。うん。オッケーオッケー。はい、というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。いや、無事、エンダードラゴンを討伐したので、次回はいよいよ念願のエリトラをゲートしに行こうかなと思います。それではまた次回お会いしましょう。またねー。